それでは今回はプロおごられ屋の諦め戦略について解説したいと思います。職業は他人におごられることで生きているプロのおごられ屋さんです。この本で伝えたいことは5つあります。1つ目が諦めないより諦めよう。2つ目が諦めたくないものに気づく9ステップ。3つ目が諦めにくい6つのハードル。4つ目が2つの諦めチャレンジ。5つ目がただでご飯を食べるには、それぞれ解説していきたいと思います。諦めないことっていいイメージってあるじゃないですか。目標を達成するためには諦めるなと。一方で諦めるとは悪いイメージあると思うんですよ。でも仏教では諦めるとは諦めることだって言います。つまり何が本当に大切なことか明らかにするっていうことです。諦めて諦めてそれでも残ったものが大切っていう考え方です。皆さんはしっかりと諦めてほしいと思います。大切ではないものを諦めて本当に大切なものを明らかにすることです。もしプロゴルファーになりたいんだったら、ゲームしたいとかデートしたいとか遊びたいとか諦めなきゃいけないんですよ。人生に手に入れたいものを手にするには先に諦めるってことが大切だってことです。諦めるスキルが身につくと本当にやりたいことに没頭できて人生は楽しくなります。覚えておいてください。諦めることは悪いことではないです。大切なことを見つけるために必要なことです。では本当にやりたいことを明確にするため、諦めたくないものに気づくための9ステップについて解説します。1つ目が欲しいものリストを作ることです。これはぜひやってほしいと思います。まずは自分が今欲しいもの、大切だと思うものを100個紙に書き出してみてください。欲しいものなんてないという人も、今使っているスマホがなくなったら嫌だと思うんですよ。欲求っていうのはこれから手に入れたいものだけではなくて、今持っていて手放したくないものもしっかりと書いてみてください。ステップの2が99個を諦めるってことです。なんとなく欲しいと書いた100個のうち99個諦めたら1個は手に入るっていうのがプロおごられ屋さんの大前提です。皆さんがリスト化した100個の中で自分が絶対に外せないと思う現時点でのナンバーワンを決めてください。続いて3つ目が無理ゲーはなるべく避けるってことです。欲しいものリストから現時点でのナンバーワンの欲求を決めたら、次は精査する作業に入ります。精査の基準っていうのは無理ゲーを自分に敷いてないかっていうポイントです。例えば今からアーティストになるっていうのはなかなか厳しいと思うんですよ。どうにもならないし諦めよう、これは自分の個性だと捉えた方が前進できます。続いて4つ目がひらがなで言ってみるです。例えば教師になりたいという欲求があった時に、教師になったとして本当に必要なものが手に入るのかを考えてみることです。その奥には子供の笑顔が見たいという欲求があるかもしれないです。奥に潜む自分の真の欲求、なぜなりたいのか、しっかりと見つめることです。それができて初めて自分の理解ができます。その自己理解を深めるために140文字のひらがなで説明してみることです。短く説明すること、ひらがなで書くことによって本当に自分にとって一番大事な部分っていうのを理解することができます。続いて5つ目が隠れた嫌を排除するです。好きなことを仕事にできたと思っても、この仕事嫌だなとギャップが生まれることってあります。例えば会計士になりたいとしても、会計士の職場で働く人間関係だったりとか朝の通勤時間っていうのは嫌ってことって結構あると思うんですよ。その隠れた嫌を排除するっていうのを理解しておいてほしいです。続いて6つ目が言葉に敏感になって具現化させるってことです。お金で困っている、仕事がしんどいって言ってる時に、お金とか仕事が自分なりにどういう解釈なのか説明できない場合は、具現化して理解をクリアにしていくことです。続いて7つ目が働くを定義するです。今皆さんの中で働くことが嫌になっている人は、働くとは何なのか、働くのの何が嫌なのか考えてみることです。続いて8つ目が自分の欲求に気づくです。気づいたら自然と自分に備わっている謎なスキルとか欲求ってあると思うんですよ。皆さんは何の欲求があるか、食欲だったり睡眠欲、成長欲、いろいろあると思うんですよ。それに従って生きていくことで毎日の生活からしんどさが消えていきます。最後9つ目、究極的に欲求を自覚する。モテたいとか稼ぎたいとか見栄やプライドのようなものも残すか諦めるか決めるってことです。100個の欲求のうちの1個、一番欲しいものって何なのか明確にすることです。続いて諦めにくい6つのハードルについて解説したいと思います。最大のハードルっていうのはお金とか見栄です。諦めることをハードルが高いと思っている人っていうのは、お金とか見栄をクリアにできていないケースがあります。そのうち6つについて解説したいと思います。
1つ目が親を諦めるってことです。子供にこうなってほしいという親からのプレッシャーに義務感を背負う必要はないです。大人っていうのはもう自分の人生なわけですよ。やりたいことをやるのが親孝行だと僕は思ってます。2つ目が家を諦めるです。プロゴラレアさんっていうのはここから始めています。自分の場合も起業して最悪結果が出なかったら実家に帰ればいいと思っていました。3つ目結婚子供を諦めるです。僕は20代は諦めていました。男は仕事だと考えていました。結婚や子育ての諦め方っていうのは0か100かだけではないです。入籍はするけど豪華な結婚式を避けたいとか子供を私立の学校に入れなくてもよかったりします。4つ目が食事を諦めるです。僕は会計士の受験勉強の時っていうのは同じものしか食べていなかったです。まあ諦めていました。ご飯を楽しむっていう発想もなかったです。5つ目が安定を諦めるです。安定した人っていうのは実は人生に不安を抱えている人が多いです。会社員って安定してるからすごいいいと思うんですけど、メンタルが安定してない方って結構いると思うんですよね。僕はこう思ってます。不安定を求めた方が成長して心も安定するっていうのは結果的に分かりました。6つ目が嫌われたくないを諦めるってことです。実際全ての人に好かれるなんて無理です。僕は 1% に好かれたらいいと思ってます。1億人いたとしても 1% って100万人います。人から嫌われたくないなんていう欲求は捨てておくことです。続いて2つの諦めチャレンジについて解説したいと思います。プロオゴラリアさんの知り合いにウイスキー藤村さんって方がいます。この方っていうのはウイスキーが好きすぎてウイスキーさえあれば OK な人間です。皆さんにも好きなことってあると思うんですよ。今までレールから外れないように生きてきた人っていうのは飛び出す勇気っていうのはかなり大きいものだと思います。しかし実行に移さなければしんどい状況っていうのは1ミリも変わることはないです。見栄とか世間体が怖い場合っていうのは日々の労働を続ける覚悟をしなければいけないです。諦めなくてもいいけど諦めないなら普通に働くしかないです。おすすめの2つの諦めチャレンジっていうのがあります。1つ目は親と距離を取ってみることです。しんどいことはやめて自分の一番の欲求のために行きたいけど親の目が気になる方って多いじゃないですか。その方におすすめなのが物理的に親との距離を取ることです。引っ越しをしてみる、一人暮らしをすることをおすすめします。2つ目が怒られるかもとか嫌われるかもと思うことをあえて言ってみるってことです。自分の本音だったりとか自分が信じる価値観、これらっていうのを言ってみることです。言ってみると意外と怒られなかったりすることに気がつきます。多くの人がなぜ人を叩くかというと自分の信じている常識から外れていて理解ができないからです。あえて言ってみることが諦めチャレンジになります。最後、ただでご飯を食べるにはについて解説したいと思います。プロオゴラレアさんっていう方っていうのはただ飯っていうのは常にしているようです。そこで意識しているのが価値の交換です。プロオゴラレアさんに会えたら楽しそうとか、おごれば会えるんだったらおごりたいとか、直接話を聞いてみたいという欲求の方が多いようです。プロおごられ屋さんおごってもらってその交換としていろいろお話をするようです。世の中には食べ物も家もお金もたくさん余っています。これをうまくマッチングしていけば自分の欲しいものがどこかの誰かからもらえるっていうのが価値の交換です。プロおごられ屋さんであればこの諦め戦略だったり教育的な価値っていうのを与えているってことです。価値の交換で気をつけないといけないのはどちらかが損している感を抱くようなやり方を続けていると破綻を招くっていうことです。それではまとめいきたいと思います。仏教では諦めるっていうのは諦めることって言われています。何が本当に大切か明らかにすることです。諦めないっていうのはいいイメージがあって諦めるって悪いイメージあると思うんですけど、何か本当にやりたいことがあるんであればまずは諦めることです。本当にやりたいことを明確にするため、諦めたくないものに気づくための9ステップ。1つ目が欲しいものリストを作る、2つ目が99個を諦める、3つ目が無理ゲーはなるべく避ける、4つ目がひらがなで言ってみる、5つ目が隠れた嫌を排除する、6つ目が言葉に敏感になって具現化させる、7つ目が働くを定義する、8つ目が自分の欲求に気づく、9つ目が究極的に欲求を自覚するです。続いて諦めにくい6つのハードルについては、親を諦める、家を諦める、結婚子供を諦める、食事を諦める、安定を諦める、嫌われたくないを諦める、お金とか見栄、これによって諦められない方が多いと思うのでしっかりチェックしていただければと思います。続いて2つの諦めチャレンジとしておすすめなのが、1つ目が親と距離を取ってみること、
そして怒られるかもとか嫌われるかもと思うことをあえて言ってみることです。そしてタダでご飯を食べるには価値の交換を意識することです。ビジネスっていうのは交換だと思うんですよね。何かをもらった、何かを与える、自分にとって価値があるものを交換していく、これをすることができればタダでご飯を食べれる。プロおごられ屋さんがなぜここまで成功しているのか、なぜここまでいけているかの理由の一つっていうのはしっかりと価値を交換しているからだと思うんですよ。プロおごられ屋さんに会えたら楽しそうとか、おごっていろんな話を聞いてみたい、これっていうのはまあ価値の交換ですよね。ご飯をおごる代わりに情報っていう価値提供を受けていると。一般的には諦めるっていうと悪いイメージがあるけど、この本を読んで僕が思ったのは諦めることっていうのは悪いことではないってことです。大切なことを見つけるために必要なことだと思います。子供ってみんなクレイジーで好き勝手で、明日のことなんて考えずに今の楽しいを全力で追っていて、見ているだけでも楽しいもんだと思うんですよ。でも大人になると見栄とかプライドとか人間関係とかお金とか余計な感情を入れていくことによってどんどん冒険できなくなってきてると思うんですよね。自分の周りでこの人面白いなって思う人には2つの共通点があります。一つはお金とか時間を一つのことにかけていること、そして人からの評価を気に留めない人です。皆さんはぜひ何かやりたいことを一つ見つけて没頭してほしいし、また人からの評価を気にしないような人間であってほしいと思います。しっかりと諦めると諦めないっていうのを使い込んで大切なことを見つけてほしいと思います。この動画見ていただいて感想とか気づき、コメントあればメッセージお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。